お疲れ様です。いやどうしたんすか。やばいどうしたんすか。まあ、最近、もう4月目の前になって、まあ、桜いい感じになってきてるところあるんでね、だから、用意ありますね。先日さ、北品川の方に夜桜が見に行ったんで、そうそうそう、で、まあお酒なんか飲んで、で、まあちょっと酔ってね、ほろ酔いで帰ってたわけですよ、あの夜道を、そしたらね、見ちゃったんすわ。え、何をすか。ベヒモス。ベヒモス、ベヒモス、はいはいはい、確かベヒモスだったと思うんですけど、思い出せなくて、はいはい、ベヒーモスがどんな感じでも、せっかく見たけど、まあ、自分も酔ってたっていうのもあるし、どんなだったかなと思って、でもしかもちょうど、シャーメットも撮ってないよ。ああなるほどね。だからじゃあもう記憶が今、そうそう、それを今むっちゃ思い出したくて。あ、俺ベヒーモスなら任せてください。え、俺ベヒーモスならマジで分かってるんで、ピロさん記憶言ってくれれば、それ俺絵に起こしますよ。え得意だったっけ？いけます。ベヒーモスに関してはいけます。ベヒーモス専門か。ベヒーモスに関してはいけます。あ、マジ？はい。はい。あ、もうベヒーモスのことなら。確かね。はい。じゃあまあちょっと大きさ。あ、大きさ大事です。なんだけど、はい、幕の内弁当ぐらいの、幕の内弁当ぐらいの大きさで、はい、そんな大きくなかった。大きくなかった。そう。まあじゃあサイズで言うと、まあこのサイズに入るぐらい。入るぐらい、そう。ああ、じゃあ弁当ですね。うん。で、どんなだかな、まあ普通4足で歩いてると思うんですけど、手なのに手が足になってて、はい、足の方が手になってたんだよね。なんか逆になってた、足と手が逆になってた、足と手が逆になってた、こういうことですよね。ああ、そう、でも、あ、これ下から、どっちから、これ下から見てる感じ、これは、正面っす。そうだ、顔がやっぱりね、顔大事、その時もね、はい、だいぶ曖昧になってたんだけど、目だけ覚えて、なんかね、小豆みたいな、小豆みたいな、ね、小豆が2つあるのかなっていう、こんな感じかな、多分。まあでも近いこれ近くなってきたかもしれない、はい、もう一個特徴あったのは、顔が、はい、顔とお尻がくっついてたんだよ。顔とお尻がくっついてた。前に頭があって、あ、そうです、ね、後ろにお尻があると思うんだけど、それがくっついてたんだよね。なるほど、こんな感じってことですね、多分。あ、つながってきたんじゃん。いい感じですよね、うん、あ、でもこれがあ、大きさね、これ、そうだ、はい、で最後に近くにね、はい、自転車と一緒にいた。あ、自転車と一緒にいた。自転車と一緒にいた。こんな感じでいたってことですよね。そう。の寄りかかってた。寄りかかってた。寄りかかってたか。寄りかかってた。オレンジの自転車。はい、ああ、でも近い。あ、でもこんなのが夜桜。夜桜見た帰り道に。いや、怖。いた。はい、めんちゃ、ゲームイズナピロです。はい、皆さんこんにちは、です。今回ははい、エランテ。エラントゥというゲームをね、はい、今回はちょっとやっていこうかなと思うんですけれども、はい、まあ、エラントゥって何ぞやと、いうことなんですけど、まあ、このゲームの大陸の名前を指してまして、はいはい、エラントゥっていう大陸で繰り広げられる一応ゲームの世界になってるんですね、でどういうゲームかっていうと、まあ、これ今僕装備してるんでちょっと分かるかもしれないんですけど、まあ、いろんな武器とか、はい、使いながら仲間と一緒に、あのベヒーモスと呼ばれる、ベヒーモス、はい、明確な敵がいまして、はいはいはい、でベヒーモスっていうなんか一体の敵ってイメージを多分見ると思うんですけど、モンスターみたいな総称のことを、なるほど、ね、このゲームではベヒーモスって呼んでます。じゃあベヒーモスの種類でいっぱいいるんだ、いっぱいいます。だから土のベヒーモスだったり、カマキリみたいなベヒーモス、あと狼の形したベヒーモスみたいなのがあってそのモンスターっていう総称みたいに、ベヒーモスっていう総称のモンスターを倒してみんなで盛り上がっていくゲームになってます、はい、でキャラメイクからですね、今回やりたかったんですけども、僕キャラ作っちゃいまして、お、まあ、こんな感じで自分の好きな性別で自分の好きな見た目でね、まずキャラのメイクができて、でかつ職業みたいのもいろいろ選ぶことができまして、でそういうのをあの自分で好きな武器を使ったり、好きなあのね、あのキャラメイクでキャラ好きなキャラ作ったりして戦っていくゲームになっております。まあ最終目標は何かっていうと、まあ自分のオリジナリティあるキャラクターを育てる、まあ今回ハンターって言われる人たちなんですけど、ハンターを育てたり、まあみんなで戦団っていうねチームを作って一緒に狩りを行って氷を討伐したとかをやっていくゲームになってます。でまあどういうゲームなのかっていうのを紹介したいので、はい、早速ちょっとゲームのプレイ側に行こうかなと思います。はい、まあこんな感じですね、あのカサンドラみたいに、このクエストを受注してくれるような、はい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 、いろんな、ね、NPC がいるんですね、でそれを受けて倒すと、このドロップって書いてあるの分かります？分かる。こういうドロップの
アイテムとかをこう倒すとゲットできたりするんですね、うんうん、でそれを使って次の武器を作ったり防具を作ったりしてどん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 上のねベヒーモスを倒していくっていうのがこのゲームの楽しさになってきます、うん、集めていく。なんで序盤のやつ僕結構勝ったんで、うん、まあ、今回この猛獲獣ちょっと簡単になるかもしれないんですけど、うん、この行ってみよう獣をベヒーモスを倒していこうと思います。で今ね裏であの名前ついてポンって動いてた人、うん、どっかで絶対ログインしてる人なんでね、あすごいっすよ、面白い、表示されてんだ、はい、リアルで今ついてきてるのは僕のちょっと味方になってるんですけど、いる、はい、で今回はね、うん、刀っす、これかっこいいな、結構かっこいいっすよ、うん、でスキルエフェクトとかもボス行く前にちょっと見せときたいんですけど、うん、これ雑魚的ですね、はいはい、仲間こんな感じで、おこの3つ武器によってスキルがあるんですよ、うん、それプラスこの違う特殊スキルみたいなのもあったりするんですけど、うん、それはまあ後々紹介するんで今回スキルを紹介していきましょう。こんな感じでスキルが受けるんですね。で、これスピンができて、はい、こことかね、こんな感じで。結構ね、グラがいいんですよね。動いてしかもなんか、爽快感ありそうだな。そう、結構爽快感ある感じですね。これ、味方は今まで3人連れてきてるんですけど、もちろん、他のプレイヤーの方と一緒にね、うん、あの狩るっていうのもできるんで、その辺が面白いかなと思います。うん、これもほら、ベヒモスいるじゃないですか、奥に。タラを倒していくんですよね。で、結構面白い要素が多いんで、まあ、最初はスキルとか使いながら戦っていくんですけど、うん、まあ、まずですね、はい、この右上にいるおっさんのアイコンあるじゃないですか、うん、これが一応リョウコンって言われる、うん、そのいろんなジャンルのリョウコンがあるんですね、うん、でそのうちの一つを選んで自分で装備することができるリョウコンって言われる装備なんですけど、うん、この右上にすると回復、はい、これにするとヒットポイント吸収の攻撃ができる、うん、これが自分の攻撃力をアップするみたいな、うん、リョウコン使うとこんな感じで燃えてかっこいいエフェクトになったりするんですよ。あ、手のとこも変わったね。そうそうそう、これが今僕が持ってる良好なんですけど、そういうのを組み合わせたりしてあの敵に有利な状況を作って戦っていくことだったりします。これが一つ目の面白い要素なんで、こういうのを使いながらスキルとかを使って攻撃していくんですよね、うん、で今青くなったのは分かると思うんですけど、うん、これが右下側にこのスピンの左に目のマーカーある、うん、ある、これを押すとですねこんな感じで黄色くなってる部分だったり赤くなってる部分だったりあるじゃないですか、うん、これが一応この V 破壊ができるポジションになってるんですよ。出た、はい、なんでこの黄色くなってるのがもうちょっとで壊れるよ、うん、あ、それがあれで分かるんだね、はい、結構赤がその上だったりして、でその V 破壊ができそうなところをこのモードを、うん、定期的に入って確認して、うん、そこを定期的に攻撃していくっていうのがいいですね。この辺で分かりやすい。そうそうすると V 破壊っていうのができて報酬が増えたり、うん、いいことがあります。なんでこれ今ちょっと尻尾が黄色かったので、うん、もう一回使いつつキレキレ足もちょっと黄色いんでね、足もちょっとねやっていきます。おお、今いったじゃん。はい、こんな感じで尻尾が切れると思うんですけど、これが一応 V 破壊、うん、で V 破壊をするとこんな感じでベヒーモスが転ぶんで、かなり重要になっています。なんで誰かがこんな感じで心眼帝に入ってどこが V 破壊できるのかっていうのを把握して、みんなでそこを殴るみたいな連携もできるってことです。めっちゃ効率的になってる、はい、コーナーしてたもん。あーで今のモードに入ると敵のヒットポイントも見えるんですよ、うん、普段は見えてないんですけど、なんでそういうのもあったりしてね、結構面白いです。早っ、はい、で最後に倒しきったら、うん、この近くに行くとこの吸収ってボタンが出てくるんで、この吸収ってボタンを押していただくとこんな感じで、あ、その演出が入って倒したモンスターから今、はい、素材が手に入ります。でこれクエストクリアになって元に戻ります。これまあ簡単なマジで分かりやすい流れの、うん、めっちゃ分かりやすい、結構面白い。でここで報酬とかが結構見えたりするんですけど、うん、っていうのが一応根本的なルールになります、うん、でまだまだねどんどん上にいろんなベヒーモスがいてね、結構おもろいんですよ。さっきむっちゃあったもんね。いや結構あるんですよ。で俺も5種類6種類ぐらい飼ってるんですけど、うん、結構ねそのベヒーモスによって攻撃とかも違ったり、うん、どこの部位がちょっとやっぱ攻撃しづらかったりとか、うん、割と追い込み要素もあったりするのかなと思ってるんですよね。どういうその育成要素が、はい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 、今ベヒーモスの討伐を見せたんで、うん、どういう風にハンターを育っていくのかっていう要素を次ちょっと紹介しようかなと思います、はい、そちらにちょっと一回行ってみましょう。はいはい、ってことで、はい、もうプレイヤーの方々がめっちゃおるやん、うじゃうじゃいるのが分かりやすいと思うんですけど、うん、この人が一応装備を作ってくれる人になるんで、まずこの人に話しかけましょう。ネルソンさん、はい、そうするとこんな感じでね、鋳造だったり、うん、交換ショップだったりいろいろあるんですけど、うん、今回は防具を作ったり剣を作ったりしてみたいので、はい、こっちに行きます。武器の種類多い、ほんとこれ戦闘ってもんですかね、あるんで、うん、この戦刀かもしれないですけど、うん、この刀僕が今使ったやつと、うん、銃剣、はい、あとランス、うん、弓、双剣、ステッキ、グローブ、うん、グローブがコテみたいな感じで殴っていく戦うあれですね、うんうんうん、ステッキが結構魔法とかも使えたりして世界観も結構しっかりしてるんですよね。で僕一通り使ったんですけど、はい、やっぱ割と使いやすいって簡単かなと思ったのが、うん、戦刀みたいなのと、あと弓も慣れればちょっと簡単かな、うん、あとグローブ双剣は結構殴ってるだけなんで簡単だったりするかな、うんうんうん、はい、なんで割と使ったんですけど、結構ね
武器によっていろんなスキルがあったりするので面白いんですよね、これ。はい、ってことで、はい、今回次のバトルでは僕弓をちょっと使いたいなと思ってます。なんでこの弓をね実際に作ってみよう。かっこいいなこれ。かっこよくないですか？でかっ。あ、そうなんだ、ね、ちゃんとすごいね。そう、結構かっこいいんだよね。映えてるな、うん。でこの右下に緑色のマークがついてるやつは今作れますよってことなんで、うん、この武器をこれで一回実際作ってみましょう。はい。蛮族弓みたいな。はい。こんな感じで必要な素材も出て基礎値がこういうふうに出てますので一回作ってみます。はい。作る。カフェ。とこんな感じで武器を作ってくれて受け取りました。で装備強化っていうのもあって、うん、そのなんか装備をどんどん強化したり進化したりもできるんですよね、うん、はい、これだったら今この弓をこんな感じでこの素材があったら進化できますよみたいな感じで派生してってどっちにそう行くかみたいなのが決めれるんですよね、うん、はい、はい、なのでこんな感じで進化もできるという感じでね、面白いんですよね、うん、もちろん見た目も変わりますよ。こんな感じで今剣つけてるんですけど、まあ、今ゲットして弓を装備するとこんな感じで、でかっ、かっこいいですよね、うん、弓めっちゃかっこいいんですよ。弓かっこいいな、マジでかっこよくて俺弓超好きなんで。で防具もあのつけた防具によってほら隣の人めっちゃかっこいい。本当だ、ま、ちょうど来てくれたねめっちゃかっこいいじゃないですかすごい意識してきてくれるだけだよ。めっちゃ意識してきてくれる。でもかっこいい、あの全然、おほら腕組みなんかしちゃったりして、ちょっと、ね、あ、ありますはい。でこれと別にですね、今強い装備なのに見た目がちょっと好みじゃないなって思ってる人結構いると思うんですよ。安心してください。こちらですね、霊装っていうシステムがありまして俺これがねマジで欲しくて、この霊装チケットっていうねチケットがあるんですけど、こういうあのチケットを集めて引換券を集めるのもいいし、うん、まあもちろん課金アイテムで入手するのも OK なんですけど、こんな感じでね、あ、まあじゃあもうこれつけとけば何の装備つけてもこれになるってことだ。なります。これがマジ、これを今目指してるんですよ。今俺23枚冷蔵チケット持ってるじゃないですか、うん、でこれ250枚あればチケット開放できる。ああなるほどね、うん、これをちょっとね、これはありがたい、確かにね、システムだね。やっぱこういうのみんなでやるとやつね、見た目気にしちゃうから。マジ可愛くないこれ、うん、あ、ソショートいいな、超可愛い、ソシアンタ超いい、ほらめっちゃかっこよくない、めっちゃあるね、うん、これめっちゃかっこいいんですよ、これほら見て、これ何それ、何それ、これやばくないそれこれ弓のそれあれですね、そこも変わるんだね、うん、変わる変わる、あ、すごい魚みたいになってる、これとかすごいめっちゃ洒落てる。これはね釣り大会の報酬だったりするんですけど、あ、ほんと書いてある、洒落てるんですよね。でこれちゃんと刀がむっちゃかっこよくて、これとかすげえな、これなんかすげえそそられないですか、これ顔が、これなんか新しい、うん、でこのセットを今目指してます。これこれむっちゃかっこよくない、なんかめっちゃ強いわ、怒涛怒涛走破、そう怒涛走破、これマジかっこいいんすよね。そう、この火のやつもいいし、これがなんかちょっとそそられますよね、中二病心をそそられるあれやりますよね。たまにね歩いてる人でこれ装備してる人いるんですよ。あーもう、うん、これ、うん、これもやり込み一つだね、これマジでね欲しいっすね、これ目立てるもんな単純に。ということでこういうね、あの一応見た目があれっていうのでも、うん、あの霊装ってのがあって、はいはい、見た目を変えられたりするシステムもすごいいいなって思ってました、うん、はい。であとは、まあ、他にもいろいろね、あの狩り以外の要素もあったりするんですけど、うん、まあ、まずはちょっと狩りをピロさんにも体験してほしいってことで、2人でそのさっきダゴンって言ってた次の装備に必要な素材を取れるところに2人でちょっと行ってみようかなと思います、うん、はい、ちょっとそちらに行ってみましょう。ということ で、 で僕のお供もちょっと2人来てるんですけどどっち行くのそっちじゃないよ、どこ行ってんですかピロさん。あ、来てましたね、あ、シロさん後ろついてる、びっくりした。はい、ってことで、まあ、ボスもちょっとストレート行っちゃいましょうか。行く、うん、で、これやられても生き返らせてもらえるんですよね、復活あるからね。そう、超いいですよね。来た、もう埋まってますよ、あれちょっと初手こっち、まあ、ちょ投稿するわ、いいですか、うん、あ、もうバレてますね、バレてる、バレてる、バレてる、どこ出る、おお。引っ張られてる、いやもうあれか、これ私近距離むずいんですよね、ほら、そう、結構ね動くから敵もやっぱり、ほら尻尾を連打つわ、ほら弱点の時はエフェクトのでっかくなんか赤い、うん、なる、これなる、それやばいっすね、こいつ結構かっこいいんだよね、そう、オッケーオッケー、尻尾切った、もう半分以上削ってる、半分以上削ってる、早い早い、これ装備やっぱ超時間かかったのに、そこ一人でやると本当にそうなんだよ、めっちゃ時間かかった、やっぱみんなでやる、プレイヤーになってると違うな、全然マジで。コンピューター、おお、速い、速い、めっちゃ速い、カイト全然余裕だったんじゃない、超余裕だった。オッケー、吸収したしました、アングルよ、吸収のアングル、オッケー、成功や。こんな感じで結構ねワイワイいけるんですよね。おお、結構紫素材結構手に入った、熱い。はい、ということでこんな感じで
できますと、うん、でまだなんか下の方なんでちょっと簡単に見ましたけど、やり込みのになんかね多分ね結構もっとねがっつりあると思う。これめっちゃあるよ、うん、めっちゃあると思う、うんうん、上位ってなるとこの極みってのがあるでしょ、うん、でやばくない？貝だからね。2つ首あるよこれ。トルネードドラゴンが絶対強いじゃん。トルネード早くやりきれんだけど、これトルネードドラゴンを倒すとこっちに行けるらしい。やばやば、うん、見てえな。これ単純にやってみたいですね、うん、80レベか。あとバトル以外にどういう要素があるのかっていうのをちょっと教えておきたいんでやってきます、うん、はい。これピロさん好きだった。いや今このマーク気になったもん。釣りっていうのこれまだ僕やってないよ。あ本当ですか、うん、これ釣りね結構面白いんですよ。でねこれね選択できるんだ。紹介したいことがいっぱいあるんですけど、ねうん、餌とかも決めれて、うん、でこれね投げる位置も、うん、決めれるんですよ。え結構釣りゲームじゃない、はい、それもガチでそれも、うん、でかかったら、うん、あ大きな魚がついてる。なんかこういうのいいね。かかったぞみたいな言葉を言うんですよ。そういう系のほらかかった気がする。この後に来る、うん、ほら来た。この画面の左右を押して、うん、この枠の中に留めるんですよ。なるほどね。あー釣れたニジマス。そうするとこんな感じで釣ることができます。で押すとこんな感じで釣り竿を投げるんですけど、力を貯めるっていうのがあって、うん、これ投げる位置もテンションあるね。そうね、そうできたりするんですよね。結構本格的だなと思ってて、この釣り。いやこれ釣りゲームだよ。そう割と釣りがね本格的なんですよ。でなんかねしかも面白いのが、うん、ゲーム内のイベントで釣り大会みたいなのもあったりするんで。ねだってさっきそのねそう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 あったもんね。報酬とかがあったりするんですよね。いろいろかかったぞ、はいはい、でこの枠が今回しかもあれと違う時があるんだ。そう振り幅が魚によって違うのかな。いいやつによって違います。エビだ、はい。でこれもう今すでに持ってるんでちょっと紹介するんですけど、うん、たまになんか空き瓶みたいなのが引っかかるんですよ、うん、で空き瓶みたいなのって外れな気持ちになるじゃないですか。ただ違って空き瓶開けると見てください、宝の地図っていうのがそんな感じで出てくることがあって、で下級と今もう僕上級まで手に入れたんですけど、うん、これを押すとちょっと1個やってみたいんですけど、うん、やれるかな。ちょっとマップが開放されないからもしかしたらやれないんですけど、でこのなんかマップが出てくるんですよね、うん、ここの地図の高輪の地図ですよってことあって、解放されるとスキャンってして、うん、ノーリスクでねスキャンしてくれて宝の場所を教えてくれるんですよ。あそれでああそう面白で、そこまで行くとなんかレアなアイテムだったり鉱石の山をゲットできたりとかそういうのがあったりして、宝のね宝探しみたいなのも一応コンテンツの確かに外れじゃないね。外れ引いた感じにはなんないね。でこれ冒険者がこの宝物のあれだったりとかして結構ねいろいろ要素があるんでね、なんかなんかね、やり込むポイントも多いし、そのどういうゲームの楽しみ方ができるのかなっていうので、うん、いろんなポイントがあるんで、それはすごい面白いところだなと思いましたね。はい、はい、でまあ今釣り紹介したんですけど、あと料理っていうのがありまして、うん、こんな感じでまあなんか素材を集めて木の実だったり、うん、薬草だったりとか、うん、いろいろ採取もねできるもんね。採取ができるんですけど、ね、その採取の素材とかを使ったりして、うん、あと畑とかを自分で作れたりするんですけど、うん、そういう畑から取れたものとかを使ったり、これエビとかエビラーメンはさっき釣ったエビとか、うん、あーなるほどね。確かにでいろいろアイテムを作れます。でそしてこのアイテムの料理っていうのがこの次の戦闘で防御が 15% 書いてある、ね、とかヒットポイントが350アップ攻撃力が 15% アップとか、うん、こういうのを組み合わせてその勝てないく、うん、ねモンスターとか狩るときとかでもベヒーモスとか狩るときでも有利に進めたいね、工夫でねいけたりするっていうのが美味しいですね。ケバブ、はい、ケバブ結構リアルてかね料理の絵がねやたらリアルなんですよね。いやエビラーメンとかないでしょ。そう普通ね普通ね、うん、ここいやだからリアルなんだよ。ここやばいな。そうびっくりするわ、うん、もうこれジャムとか組み合わせてね、うん、これが以上その素材なんですけど、あ肉そう肉もね手に入るからで組み合わせて料理とかも作って、あ優位にその面白いね妙にハンター生活を送れるっていうのも、うん、面白いところですよね。はい、ぜひね、うん、概要欄に詳細ありますので、ダウンロードリンクもダウンロードリンクもありますので、ぜひねよろしくお願いします。ますこの手のゲーム好きな人は結構多いと思うんでね。はい、スマホでは確かにね、うん、はい、これはでもまた別な、うん、楽しめるんじゃないかな。いろいろやってても、うん、思う。なんでね、まあぜひちょっとでも触って見ていただけたらなと。はい、ぜひやってみてください。はい、あとコメント欄でもね、はい、いろいろ本当これできんじゃんとかって、うん、あとやってますとかね、はい、ぜひお願いします。ありがとうございました。まあでも、はい、いろいろ特に霊装気になりましたわって人はちゃんとよく、はい、よろしくお願いします。じゃあ今回もエメザー長4からお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。